こちらなんですけど、鉄くず結構前の掃除で出てきたんで、これ鉄買取業者のとこに持ってこうと思います。いくらになるか楽しみです。はいはい、鉄持ってって、で合計で70キロでしたね。で鉄スクラップ22円で買い取ってもらって、合計1540円ですね。で1540円もらってきました。まあ大体片道20キロぐらいのとこなんですけど、まあ、往復40キロで、まあ、ガソリン代以上はもらえたかなっていう形で、貴重な1540円です。はい、大事に使っていこうと思います。